はい太郎ですあのシンガポールで無打ち刑になった日本人の元美容師17年の刑プラス17年何ヶ月かのプラス無知打ち刑、えー、現地の女子大生女の子に、えー、要は性犯罪をしたということなんでまああのー。 どうなんだっていうことを調べていくとこれいろいろ出てるんですよシンガポールは厳しいとかどうのこうのじゃなくて私が気になるのはムチ打ち刑を打たれた人たちがどうなるのかっていうことのが気になるわけですねそのやり方の刑がどの程度なのかまあ調べていくとムチが何メートルで何センチじ,じゃなくてやられた人間がどうなったかっていうことを知りたいのかその記述が全然出てこないんですよで非公開の下でなっているっていうことで でなんかテレビでのインタビューしている人もこれ専門家じゃないんですよ。12か 1, ヶ月あの普通に寝れないとうつ伏せでしか寝れないとかって言うけど本当のところがわからないんですよこれ。だからどれぐらいの衝撃ってどれぐらいの痛みなのかっていうことなんですね。まあ背中になんでしょうけど。だからそれがまあ 一般的なシンガポールの学校でもそういう刑罰があってそれは校長先生がしかやってはいけないとかっていうそういう刑罰があって一見なんかすごい残忍ななよよううにに聞聞ここええるるし非人道的もんでもよくよく考えてみてくださいあなたが娘を持つ親で何にも関係ないのに歩いてるとこ急に襲われたりいつもクラスメートだったっていうふうにして近所の。 っていう知ってるっていう風になった時に鞭打ち系だけで済みますかね,ねえだから私これって何も残酷でも何でもなくて死んじゃうとなると死刑になる人間だけはそれはないそうですわ死刑になる人間はそれはしないそうですなんかすごく原始的でえ非人道的と思ったんだけど日本もこれ導入したらどうかなと見習って。 と思うぐらいに思えてならないんでしょう。ならないんですが、皆さんどう思いますか？だってそれぐらいしていいでしょう？でもそれぐらいやらないと。うん、抑止にならないような気がしますけどね。うんでこれ多分やられていや大したことなかったっていうこともまずいし、死んじゃったっていうこともまずいし。 なんか意識を失ったら途中でやめるけど、まあ、連続でやらないとあれなんでとかっていろいろ調べていくとそういうことがあるけど決定的な確定的なことがどこにもないですねどうなったっていう無知打ち系になりましたけどこうでしたっていうのもないので多分言っちゃいけないとかっていうことがあるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど。 もう、その、性犯罪者ってやってもいいと思うんですよね。あとね、日本の場合、ちょっとこの間、盗撮の話をしたけど、盗撮っていうことに関しての、あの、明確な犯罪の規定がないんですよね、これが。盗撮罪っていうのがないわけなんで、うん。 そういったようなことを、まあ、ただ、直接触るっていうわけじゃないからっていうふうに思うけど、取られた方にしてみたらもう嫌な話になっちゃうんで、これをどうやって払拭するのかと、うん、いう話になるの。うん。まあ、そういうことになると、もう、刑、刑、体罰。そのなんかそう言ってると、もう、戸塚博士先生が正しく見えてくるという恐ろしいことになるから。<laughs> <laughs> こういうことでお前何言ってんだ言ってることがだから本当にバカなんだそれとこれとは違うでしょってきちんとそれはそういうことはあのそういうことをする定められた人間がするならいいけど戸塚宏さんは違いますよねってことを言ってるわけですよあのシンガポールの学校でもそれは教師はダメ校長だけだとその夢打ちができるのはというようなことですようん。 トスカヨットスクール関係ないですもんね。それ例えばですよ。そういう意味で言ってるんだけど理解できない人が多い。本当に一定数いろんなことで理解できない人が多いなっていうことを感じるっていうことなんですよ。本当に知らないのに言っているっていうことを。まあ、ちょっと話がね飛びますけど、あのーえー、山内構想の。 私がその、えー、構想を指揮した人を知り合いだったっていう話をしている動画を出すと本当に頭の悪い、うん、多分私と同年代以上の人が「お前なんかこんなもんなんだやったこともない無ぞのこうの」とか「顔も出さないで」とかあるいはまた別のことになって「お前口だけヤクザだろう」うとかっていう人が出てくるんだけどそういうことも全然読んでなくて一つの記事だけを読んで。 そこをすごくくかりにくいって,言ってるわけじゃないですかあこの前やったのはその池田組の構想について私の見解を話してるわけですよね。であのこれはあの暴力団を礼賛礼賛してるわけじゃないっていうふうに言っててそんなこと言って暴力団のことだ,だからわか AI をごまかしてるだけだっていうことを言ってるだけなことにそんなこと YouTube の側もみんな分かっていて私がこれは暴,暴力団を。えー 賛美する話じゃないですって言ってふそういう意味で嫌味で言ってるにもかかわらず真に受けちゃってそんなこと言ったってこれ暴力団のといやどうすりゃいいんだとおうでも顔も出さないでお前どうのこうのっていやそっちの記事では一話会のことこそれでも私がそういうところは関係してないいやこんなこと関わってる人間ってお前なんか。え 構想もしたことないの、はいたこともないのにどうのこうのとか、お前は何もわからないの言うんじゃないって、すごいなぁと思って、これ以上じゃあどうすりゃいいんだって、まあ別にそんなこと何とも思ってないけど、っていうのはどうすりゃいいんじゃなくて、恥ずかしいと、自分が知らないでものを言っているっていうことが、こんなに恥ずかしいってことを分かってないっていうのが、つらいなと、逆に痛々しく見えてくる。うん まあそれともう一つはあのー、スピリチュアルのことを小馬鹿にしたような動画を出すけどああやって真剣に言うと伸びないんだよね不思議だよね,ねえ俺を神だなって言ってくれる人いないのかなあいつよりよっぽどまともだと思うんだけどねえ不思議なんだろうやっぱりあの演じきっちゃってなりきってそのままやってる方,の方がいいのかな こんなもんはだだ、だから、マジックの種を明かすようなことしちゃうとダメなんだね、これね。なんか、いまいち伸びがないじゃん、昨日の2連発、生配信と、えー、動画やったけど、ねなんだよ、これって。本当分からんわ。<laughs> ま、ねあ、そうなんですね、こういうことなんですね、とならないね。うん ちょっとね、やっぱりね、難しいなっていうふうに思ったりします。はい。はい、超駅太郎です。この度、極道楽園、極パラ、ね、第4巻、あの、デジタルで発売します。ね、皆さん見てください。もうね、これ最終巻となっております。ね、世界各国のドラゴンボールやら、海賊王になったりするっていうことでね、終わりを迎えるという、違う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 。ね。まあ、ここから、 これも売り上げが良ければまた復活するかもしれないということで、はい。皆様にね、愛されております。超役太郎、私のね、幼少の、幼少のっていう、な、まあ、あの、私が会ったことも散りばめながら漫画になっております。はい。で、えー、そうなんですね。これ、まあ、ああとですね、こっから続く物語をね、続けられるかどうかは、皆様のね、この、頑張り次第、ね、私も頑張っております。 もうこの超駅太郎ももう少しで50万人。ね。まだ登録していない方は登録していただいて、サブチャンネルももう少しで10万人。ね。もうこれも皆様、本当皆様あっての超駅太郎なので、よろしくお願いいたします。以上です。